福田美幸は、日本の映画監督、アニメーター、イラストレーター、美術スタッフ。群馬県前橋市出身。株式会社社パーキングエリア、NPOCOPINA 取締役。夫は同じく映画監督の植田新一郎。前橋市立前橋高等学校卒業後、グラフィックデザイナーに憧れて、金沢学院大学美術文化学部、情報デザイン学科に進学。 大学ではグラフィックデザイナーとして必要なイラストレーターやフォトショップ、フラッシュなどの操作方法を学び、これらを自由に使いこなせるようになったことが現在の活動の土台になっているという。大学でたまたま撮った映像の授業で先生にお立てられて調子に乗った結果映画監督を目指すようになる。実写映画の制作に取り組もうとするが取り方がわからず、 絵を描くことならできたことからアニメ制作を開始し、NHK デジタルスタジアムで短編アニメ作品がセレクション入りを果たすなど評価される。大学卒業後の2010年3月に映画監督を目指して上京し、フリーの映像クリエイターとしてアニメーションやイラストを中心に活動を開始。同年10月、ショートフィルムフェスタ日本2010の受賞式で、 同映画祭のプロデューサーを務めていた上田慎一郎に出会い、実写映画の勉強のため、上田が立ち上げていた映画制作団体、パンポコピナに参加。同団体では主に美術スタッフとして活動。2013年にパンポコピナでの自身初の監督作かつ、自身初の中編実写映画、マシュマロペインを制作。この映画よりひらがな表記の服だ、みゆき名義を使用している。 同作は国内の映画祭で五冠を受賞。2017年には吉本工業の地域発信型映画として地元の前橋市を舞台に中編実写映画二作目耳かきランデブを制作し第九回沖縄国際映画祭で上映された。前日のマシュマロペインが横浜ハッピームス C 映画祭で評価されガチンコフィルムの上映支援、制作支援候補になり、 2014年、およそ5年ぶりに、自主制作アニメ、コンプレックスコンプレックスに着手。同作は2015年に完成し、ガチンコフィルム主催の、横浜キネマカーニバルその2にて上映。その後、同作が、オズ康二郎記念立て品高原映画祭、短編映画コンクールで入賞するなど、国内の映画祭で様々な賞を受賞したことから、2017年に、 シモキタザートリウッドや第7芸術劇場で監督作初の劇場公開を果たす。2018年には同作が毎日映画コンクールアニメーション映画賞を受賞。同コンクールでは自主制作の作品がアニメーション映画賞を受賞するのは史上初の快挙だった。同賞の受賞をもって同年にも再度劇場公開を果たしている。2018年の夏に 夫の上田新一郎の監督映画、カメラを止めるな、がヒットしたことも手伝い、上田の作品との同時上映で、耳かきランデビューと、コンプレックスコンプレックスの2作品が、同年10月から監督作発の全国公開となった。2019年1月29日、参加していた映画制作団体、パンポコピナが、株式会社白パーキングエリア、 O c o p I、n p o c o p i n v として法人化。夫の上田と共に同社の取締役に就任した。2020年11月5日、ソニーピクチャーズエンタテインメントによる12人の映像監督による12本の短編映画制作プロジェクト、リベックマイナス -12 に参加することが発表され、夫の上田や中本武志らとチームを組んで、監督がテーマの短編映画を制作する。 2021年2月、ツイッター発4コマ漫画、100日後に死ぬワニを原作としたアニメ映画、100日間生きたワニの監督、脚本を夫の上田と共に務めることが発表された。上田と同じ立ち位置で監督、脚本を担当するのは本作が初である。2021年完成予定の俳優、長谷和明が初監督の映画、繕い合うことにて女優デビュー。 幼少期から絵を描くことが好きだった。関わった映像作品では、キャストの似顔絵などのイラストを描き、制作人の士気を高めるのに手伝っている。映像作品外では、自身の結婚式の際に来場者100名超の似顔絵を描ききっていたり、一時期は、ここならで似顔絵の依頼を受け付けていたりもしていた。かつては、東京女子エロ画祭や、無差別休暇未芝居などのイベントに、 積極的に参加しており、思春期男子の生徒マインドをテーマにした作風を特徴とした。映像作品では、失恋、コンプレックスコンプレックス、耳かきランデブーといったフェチシズムを持った女性を登場させる作品が多く、そのフェチシズムについてシリアスにはさせず、ポップに描く。なお、福田自身もケフェチである。アニメーション制作は、アドビフラッシュを使用し、 先に録音したセリフに合わせて映像を作るプレスコアリング手法を取ることがほとんど。大学時代は人物はイラストで背景には写真を用いる手法を好んだ。福田本人曰くズボラで気持ちにムラがあるため監督作はたまにしか作らないという。2018年9月コンプレックスコンプレックスの舞台挨拶に登壇する福田と夫の上田慎一郎。 パンポコピナが一時休止状態となった2011年4月から植田新一郎と交際を始め2014年12月12日に結婚。植田のブログにある琵琶湖でのイカダ漂流事件の記事を見たことが交際のきっかけだったとインタビューなどで語っている。2017年には長男が誕生。なお、長男は生後3ヶ月にして映画カメラを止めるな。 に出演している。上田の作品の多くにスタッフとして関わっており、脚本のダメ出しなども忌憚なく述べる。また、上田のメンタルケアにも一役買っているという。2015年頃には、コンプレックスコンプレックスが夫の上田監督作、テイク8とともに国内の映画祭で同時受賞することが複数回あり、インディペンデント映画界では、 夫婦監督として知られた存在だった。著名な映画賞だと、毎日映画コンクールを、年度違いで夫婦で受賞を果たしているアニメーション、映画賞、上田、第73回監督賞。映画活動家の松崎誠は、当時は上田よりも福田の方が才能があると評していたと語り、福田自身も上田より先に売れると思っていたと語っている。また、 耳かきランデブー出演の山本博史からは、すごい才能の持ち主と絶賛され、同作以外の、コンプレックスコンプレックスや夫の上田の監督作、カメラを止めるな、のトークイベントのゲストを受けようなど、夫婦ともども評価されている。ハロー。プロジェクトのファンで、中でも、ベリーズ工房の大ファン。映画監督を目指し始めた頃は、 同グループのミュージックビデオ監督を務めることが夢の一つだったという。つ永桃子の芸能界引退後はベリーズ工房のメンバーにも届くくらいの魅力的な作品を作ることが夢になっている。好きな食べ物はカボチャ。高天性のうち写真持ち。高校生の頃に左目の写真手術を受けたが、また寄り始めてしまっているため、プリズムレンズのメガネを使用しての矯正を試みていた。 2019年4月には、両目の射真手術を受けている。他、無差別級紙芝居の絵にや、ロック VS 紙芝居にも参加しているが作品名は、不明。ありがとうございます。